おはようございます。カイチです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。かなり久しぶりな配信となりますね。あ、配信という…そうだね、配信の方、ライブは久しぶりです。いろいろアップデートしてないかなですね。今クローマに乗ってますよね。これさっき捕まえたばっかなんですけど、黒色かっこいいと思って、ここに若さんがいるのにもかかわらず浮気状態になってます。で、ここの馬宿に行って、この黒色、まあ黒さんって名前にしようかなと思うんだけど、登録しようかなと思っております。で、最後の配信はここだったと思うんだよね。ライネル3連チャン、ここでやって、で、終わってたと思います。まあ、とりあえず登録しに行きましょう。で、それをしながら、どこだ、あれか。そう、しかもこの黒さんね、4つあるんだよね、このダッシュ。いいね、この暴れ馬加減が。よし、登録。よっ。ああ、スピードってあったんだ、やっぱり。じゃあ、スピード速いやつがいいな。あ、馬探しするの楽しいね。うん、はい。若さんは、スピードとかどうなってんだ？あ、黒さん今んところ最高だね。若さん、ニコさんには悪いけど、ちょっとこの、黒さんに持っていかれてる感じだな。いいね。まあ、確かにね、若干速いなというのは感じたよ。でも星3つであの速さだったら、うん、星5ってむっちゃ速いじゃん。なんかね、そう。で、ジョークさっていうのもあれ面白いよね。なんだっけ。あのね、今んところ馬やられたことないんだけど、自分で自分の馬をね、巨岩砕きで殴っちゃったことがあるんだよね。バシッて間違えて当たっちゃった。なんだろうな、前の、これまでの配信をしながら、結構自分でもちょくちょく感じてたんだけど、これ見せる必要あるかなっていうような、なんかこう、細かいことが多かったんで、やっぱりね、なるべくライブするときは、大きくなんかこう物事が動くときの方が面白いかなと思ったんで、ライブ配信してないときに、こう細かいことをやってました。で、具体的には、これも自分で、なんだろう、発見したんですけど、今更感が強いと思うんですが、X ボタンを押すと、今まで自分が歩いてきたところがわかるんですよね。これを利用して、例えば、この辺とか、この辺、ラネル山北側とか、こう、行ってないとこがあるんですよ。この辺とかね。森。この辺多分 Wii U 版だと行ったんだけど、このスイッチ版にしてから行ってないなっていうのを発見したりとか、これね、無駄がない。だから、マップが埋まってて、行ってないところ行ったり、まあ、あとはね、もうマップぐらいだったらね、別に配信まで待たなくても、こう、起動しちゃっていいとは思うんだよね。でもまあ、その時に物語が動いちゃうかもしれないんだけど、そう。そんなこんなで、前の配信の時、ここにライネルおじさんがですね、槍を抱えてたんですよ。取っちゃいました、あの後。で、しかもこれを倒すときにすごいいい弱点見つけちゃって、まあ、さらに倒すのが楽になった気がします。なんで次回ライネルじいさんが出てきたらお見せしたいなと思いますね。まあ、あとは、まあ、買い物とかですよ。買い物、あ、買い物じゃないけど、これカブトが見つかったりとか、そう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 、こういうね、アイテム収集も
してますしね。あとこれは買っちゃいました。古代兵装。前は兜なかったんですけど、兜を買っちゃいました。めちゃ強そうだけど、めっちゃ見えにくそうでしょ。前が見えない。見えない戦士。あとこれ見つけた。メテオロッド。三つの炎を同時に出せるんだって。ああ、これで思い出した。ゾーラの里で、ん？何だったっけな。神獣倒した後に槍がもらえたと思うんですけど、降臨の矢みたいな名前だったかな。光のなんとかっていう。あれをね、面白かったなと思ったのが、この祠か。なんかこの辺の子供たちが歌を歌ってて、でそれがセラのなんとかに、その降臨かなんかのやつを突き刺すとみたいな言ってて、あ、要はこのアイテムを突き刺すんだなと思って、このセラの滝のところに、ここにあるような、なんか弾を置くと起動するやつあるじゃないですか、その祠の中にも。あれがあったんですよ。このセラの滝の下にね。で、まあ言われた通り、本当に滝の上からパラシュートで降下しながら、その槍を突き刺したんですよ、それに。その台座に。ボールじゃないのに。そしたらこれは起動したっていうね。これがね、起動して祠が出てきたと。ってことは、ここも別にボールを持ってくんじゃなくて、なんか、まあもうちょっと情報を仕入れて、ここの台座を起動させるアクションがボールを置く以外にもなんかあるのかなと思って。おー、全然言うこと聞かんな。全然言うこと聞かん。あ、道外れた。あ、そうそう、今向かってるのはね、ハイラル大森林。で、ちょっといよいよ剣をね、手に入れなきゃだよ。そうそう。で、作戦としては、なんかね、前、いろいろ装備だとかいるかなと思ったんだけど、この忍び効果。で、ちょっと気づかれにくくして、で、進んだらどうなんだいっていうのを試してみたいなと思います。まあね、なんか試してみて、マスターソードみたいな、そういうすごいのが取れちゃったら、ちょっとそれはね、嫌だなと思ったんで、やっぱ、ああやっぱそういう大きいやつはちゃんとなんか動画に残しておきたいんで来てます。まあ、ね、もしかしたら違うかもしれない。そうじゃなくてもっと必要なものが他にあるかもしれないんだけど、まあ、とりあえずね、方法ねだりがすごいな、この犬は。犬じゃないわ、馬。あ、そうそう、で走ったらダメな気がするんだよね。あのね、じいさんが怖くなって走り出したら強い風に吹かれたっていう風に言ってたから、ちょっと走らずにね、歩こうかな。あ、なんで、一応作戦起動だね。リガデインさん、お邪魔してます。いえいえ。いつもありがとうございます。これだ。かつ、戦闘モード、じゃない。戦闘モードを解除すればいいのかな。あ、弓は今装置ない。よし。でも、走っちゃうよね。あ、前ついてたと思うんだけど。食材。あ、さすがにでも、歩くのもあれかな。で、こうだよね。これはこれで指がつるんだよな。なんか若干しか倒さないから指が疲れちゃう。
うわっ、うっそ、前より進んでないじゃん。じゃあ忍び効果は意味ないね。なんだろう、松明を持ってたからかな。お、これは前なかった気がする。あ、今消えそうになって戻ったね。どういうことだ。これだ、これだ。なんだ、松明かな。で、こっから前もそうだけど行けなくなったんだよね、あらゆるところに。まだ全然序盤だもんな。あ、そうか、このマップを頼りに行けるんだ。じゃあここがちょっと森から外れてるから、ここを狙っとこうか。あそこね。お、なんかいる。しゃがんで行ってみようかな。これなんかがね、監視してる可能性あるんだよね。その森の住人が見てて、でリンクを見つけたらにゃはんはんって言ってる可能性があるんだよな。違うか。かといって、だって松明焚いても一緒だよね。そう、やっぱまだ今はダメなのかな。そう、これもなんかね、気になるよね。やばい。よし、もう怒った。もう怒ったよ。ここね。ここはダメなんだね。よし。ひたすら数打つよ。あそこを通らなきゃいいんだ。スピードスピードスピードだ。リンクリンク、よし、抜ける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 んじゃない、抜ける、いいぞいいぞ。ああ、そうだな、絶対そうだな。誰か監視してるポイントがあるな。ほこらさえ起動すれば。この辺ダメだったね。どこだったっけ、この辺だった。もうちょっとで抜けるっていうところで祠があった。ね、よく見ると木がこう口もう口が開いてるやつが大丈夫なとこって言おうと思ったら思いっきり違うじゃん。関係ないね、場所じゃないか。思いっきり南から行こう。ちょっと開けたとこ来たね。で、ダメ。ここダメ。ダメ、ドクロの間を通っていこうかな。よし、よし、よし。よし。いいぞ。で、ここで欲を出して、こっちへ進もうとするとアウトなんだよな。
多分こういった方がいいんじゃない？ちょっとね、横出しちゃいかん。ちょっとグッとこらえて、グッとこらえて、いいよいいよ。ダメだ、やっぱポイントじゃない気がする。なんかゲージがあるんだろうな。なんかゲージっていうか、それか本当に監視網に引っかかってるか、どっちかだな。北から行こう。忍び効果消えちゃった。あ、切れたら途端に反応したの。ってことはやっぱ忍び効果必要なのかな。これでまた同じ場所行ってなるんだったら、場所だな。よし、じゃあこのマッピングは結構役に立ってるわ。こう行こうかな。同じ道を行けるということはルートがあるな。今度こっち行こうか。ダメ、本気の色作業だな。これ多分絶対間違ってるな自信がある。なんか間違ってる自信がある。だからまあ、あのドクロを避けていくと自然とあの空いてる場所に行くよね。で、欲を出してグイーンと右行っちゃう。おら、あー、木を伝っていく、プレデターみたいな。あ、ここドクロマークじゃん。木か、木の上か。時間だね。時間っていうか、多分なんか灯台みたいにこうぐる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 監視してるやつがいるんだろうな。はい、それ起動させたい。マジでマジで起動させたい。さあ、ちょっと待って、ごめんなさい。おしおし、ごめんなさい、できた初めてごめんなさいできた。これに近づいてはならん。ああ、だいだい、そう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 、マジで起動したい。あ、ここじゃない？いいんじゃないですか？いいっすよね。よし！よし！よし！来た！来た来た来た！ここで引き返させといてよ。ああ、お邪魔します。ごめんなさい。別に悪いものじゃないんですよ。ほこら。ほこら。ほこら。お！抜けた！抜けた。音楽変わった。やばいやばいやばい。あ、ちょっと来たんじゃないこれ。ようやく。やーべえ、感動した。来たー。うお、出た出た、やーべえ。まあ多分すぐ抜けないんだろうね、これ。そんな甘いもんじゃないよね。じゃあ、てか、人様の剣をね、抜いたらかんない。やっぱお話をするとこから始めるとさ、ね、多分あなたの許可がいるんじゃないの。急に育ったんだ。俺、やっぱりな、試練が、やっぱそうなんだって。うん、触れてないです。もう断じて、もう分かってますからね、その辺は。あ、むしろ触れと。はい。はい。ね、やっぱ許可はいるよ、そりゃ。いいんですね、と。いいですよ、と。
行きましょうか。やべえ、あ、これサムネにしよう。この辺サムネにしよう。来た来た。